はいどうもフメデオです。今回ですけども記念セレボがもうすぐで来るんじゃないかということで考察やっていきたいと思います。2024年3月の、終わりですね、1億ダウンロード記念をした特別なセレクトボックスが登場ということで全26種の、まあ、激アツセレボが開催しましたよというところで、まあ、ペアツム4体とチャーム5体というねまあ豪華なセレボだったんですけどもまあでもね結構復活してるツムが多いんですよね、過去にね。まあ、なので、まあそこまで引いてる方もいないんじゃないかなとは思ってるんだけど、いましたかね皆さん。覚えてないかなもう。はい。ということで、まあこれがですね、まあ3月に来てですね、まあいよいよもう3ヶ月経って、まあもうすぐ、もう次4ヶ月目ということで、もしね、来るのであれば、そろそろなのかなと、思っております。で、ちょっとね、気になる点、まあ、考察するにあたって気になる点をですね、まあ、ちょっと3つ挙げました。今後、100万ダウンロードセレボで来るのかというところで、まあ、これはですね、どうなるのかというところなんだけど、まあ、まず過去、ちょっとお話ししていきますけども、まあ、1億の前は9900万ダウンロード記念がありまして、まあ、2023、11月25日ということで、まあ、この間は3ヶ月ありましたよという感じです。で、その前の年が9800万。で、まあ、こちらもね、3ヶ月空きましたよという、そんな内容となっております。で、9700万も3ヶ月空きのと。で、9600万は7ヶ月で、ここがね、だいぶ下がったんですよね。ここ以降はずっと3なんですけども、はい、っていう感じです。で、その前が9500か。9500から9600まではね、もう 1.3 年かかってると。1年3ヶ月もかかってるということで、だいぶ長かったんですけども、まあ、この2023年に入ってからですね、ずっと3ヶ月ごとに、来てるので、まあ、記念セレボですね、まあ、ぼちぼちなのかなと。100万ダウンロードだったら、もうぼちぼちなのかなと思って、まあ、動画にしてるということで、まあ、来る。と信じたいけど、語呂的にね、ちょっとっていうところがあるじゃないですか。ここを、じゃあ、どうやって規制するんかっていうと、1.1 億だとね、1億1000万ダウンロードだと 1.1 億みたいな感じで、まあ、いけるんですけども、まあ、これ1億100万だとね、まあ、ちょっとなんか、キリが悪いというか、まあ、1億100万って出てくるんかな、もし来るのであれば。が、もう、単純に100万ダウンロード記念みたいな感じになっちゃうかな。いやでもそれ今までずっとやったから、そんなことないか。でも1億100万ダウンロード記念セレボが、こう、来るのかどうかっていうところですけどね。どうやって入れてくるのかな。普通に100万入れてくるのかな。もし来るのであれば。まあちょっとその辺がね、まあどう対応してくるのかが、まあ、ちょっと気になるところだけど、まあ来るのであればですね、この次回開催はいつ頃かっていうところで、まあ6月中に来ることは、まあ間違いなくないと思います。はい。まあ28日に、まあ来るみたいなことを言ってる方結構いるし、まあ YouTube の方も言ってるんですけど、まあ自分的にはですね、まあ間違いなく来ないと思ってて、まあなぜかっていうと、スケジュールの方を見るとわかるんですけど、今年の6月ちょっと画面ちっちゃくなりすぎかな。まあいいか。これね、これ5種新積む確率アップは、本日からですね。ここですけど、この後に記念セレボか、まあ、セレボが来るんじゃないかみたいなことを話してる方がいるんですけれども、まあ、来てくれたらね、すごく嬉しいんですけど、豪華セレボだったら、わざわざこんな短い、2日半の開催っていうのは間違いなくやってこないと思いますね。過去にですね、2日半しかない、期間のセレボって過去にないです。はい。三が日セレボの1日っていうのはあるけど、それ以外はないですね。ピックアップで月末に来たのですら、ピックアップでギリあったんじゃない。セレボはね、過去ないですね。
ピックアップはね、なんかあるんですよね。テレポはね、ないんですよ。これがね、確かね、ハロウィンの時来たんですよね。これ去年のハロウィンだったのかな ?2 年前だったかな。異例のピックアップが来てて。はい。ここですね。これだね。これ。でも、ここもですね、28日開催なんですよ。これ、第3弾、ハテナって書いてある。これ、23から出てるんですよね。これ、28から。28からなんだけど、10月って31日まであるので、結局、3日半の開催なんですよね。はい。っていうところでね。そう。まあ、結局、あれだな、ピックアップもないんじゃない ?2 日半とか、そういうのが。こんな短い期間のガチャスケジュールがないというところで、まあ個人的にはないかなと。で、豪華にするんだったら課金してもらいたいだろうし、期間を伸ばすのが普通だと思うんで、まあわざわざここに詰め込むぐらいだったら、7月の初旬とかに持ってくればいいだけだと思うんで、はい。まあ、個人的にはないと思ってます。じゃあ、5日っていうのが、まあその7月ですね。4月になるんですけど、三が日じゃない、記念セレモニーの話ですけど、と、まあ、4月の、ファースト上旬か、4月のエンド、かなと思います。まあ、記念セレモニーって基本的に上旬か下旬にしか来てないんですよ。中旬に来ることが、まずなくてですね。第1弾のセレボか第3弾のセレボみたいな感じですね。これも全部見てもらえば分かるんですけど、3月31、11月25、9月8日、9月8日だけど、これ9月4日から始まってるんですよね。これも6月4日から始まってますよ、と。これも月末ですよね。これも月末。ここはちょっと、あれだけど、ここ多分ここだけずれてんじゃないかな。で、ここの2022の9500万も月末と。いうことでね。5月21から24だから月末っすね。はい。っていうことでですね。はい。その結果です。7月ファースト、7月の上旬か、4月の、下旬ですね。に、まあ、もし100万ダウンロード記念が来るのであれば、来るのではないのかなという感じです。じゃあ復活ツム何なのかっていうとですね、まあ傾向ってもう皆さんご存知だと思うんですけども、基本的にもうペアツムが復活するっていうのがこの記念セレボの特徴で、もう過去全部ペアツムなんですよね。まあチャームも入ってるんだけど、まあ基本的にペアツム。はい。チャームはね、入ってる時と入ってない時があります。はい。この1億の時は豪快に5体でね、出てまして、9900万の時は1体ですね。それ以降はです、それより前はですね、ないですね。チャームはないっす。9900万からは、チャームがこう入ってきたので、まあ、ペアツムとチャームは入れてくるのかなと。はい。ムは、どれかしら入れてくる、かな。っていう感じはいたします。で、まあ、復活しそうなツムっていうか、まあ、希望的なところで言うと、やっぱりジャック&サリーとか、エルサンドラフが、まあ、直近で、まあ、出て、めちゃめちゃ強いんで、復活してほしいよね、というところですよね。だって、もう、あれだよね。去年の8月2はもう二度と復活しないミキドナが来たけど、あれは復活しないんでっていうところで、それの一個前ってもう、ダース・ベイダーとトルーパーだけども、あれは復活したので、それ以降っていうともう、ジャック&サリーと、エルサンドラフしかいないんですよね。はい。なんで、まあ、ぼちぼちジャック&サリー来るんじゃないのかなと。はい。っていうのが、まあ、ちょっと期待できるのかなと。あとはチャームツムですよね。まあ、この9900万から、急に入ってきたところですけど、急に5体ね、復活して、その1個前は、ラプンツェルチャームということで。まあ、今後ね、もし来るのであれば、まあ強いチャームツンもですね、まあ入れてくるのかなと、そんな感じはいたしますね。まあただね、強いチャームツンがね、あんまいないんですよね。
目玉、まあ強いツムで言うと、まあキャベツとかラグビーミッキー、あとはフラワーシンデレラ、パフュームアリス、まあそのぐらいしかいないんですよね、強いのが。はい。なので、まあちょっとね、そこがね、っていうところはあるんだけど、まあ、パフュームアリスっていう、まあ期待値はあるのでね、まあ、今後もね、多分ね、チャームツム強いのどんどん出てくると思うんで、まあそこでですね、はい。今後のこのダウンロード記念もし来るのであればね、このチャームツムの方も今後期待していきたい、そんな感じなのかなと思ってます、自分的には。はい、ということで、まあ一応3点ですね、お話ししましたけども、で、まあ100万ダウンロードセレボーが来るのかというところで、まあ来てほしいと、個人的には来てほしいけど、まあ、ちょっと語呂的にね、1億100万ダウンロード記念セレボっていう形で来るのかっていうのがちょっと気になるところですね。で、次回もし来るのであれば、開催期間、開催時期は、まあ7月ファーストから7月エンド、まあ上旬か下旬のどちらかなと。で、もし来るのであれば、遅くても8月中には来ると思います。はい。っていう感じですね。で、あとは復活もペアツム、チャームツムが、まあ基本的には濃厚というところですね。はい。で、期待値とか、まあ、復活してほしいというところで言うと、まあ、やっぱりジャック&サリーですね。はい。っていう感じで、ございますよと。はい。ということで、まあ、自分のね、考察は以上になりますけども、まあ、一応ね、視野に入れておいてですね、コイン使いすぎだけはちょっと注意してもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、三が日に向けてもですね、まあ、自分の動画見てる方はですね、計画的に貯めていると思いますので、はい。まあ、そこと、ここの記念セレブもちょっと視野に入れて、はい。今後もね、コイン稼ぎ頑張ってもらえたらなと思います。それでは、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。